4位なんですけど、弊社が第一志望の理由はなぜですか。希望部署にもし行けなかったらどうされますか。希望部署はこれといってここに絶対行きたいっていうのはないです。じゃあどこでもいい、はい、何でもする、はい、お掃除でもする、です。何がしたいんですか。どうもしゅんです、こんにちは。はい、ということで今回はジョブピックスさん、ニュースピックスさんとのコラボ企画で、このシリーズとしては仕事のリアルを知って自分の適職を探るというテーマで行っているんですけども、今回はですね、その自分の適職を知った後にやっぱり受かるっていうことが必要になってくると思うんですけど、今回はその受かるために必須な面接で必要なことや大切なことを皆さんにお届けできたらなと思ってます。で、今回はですね、その面接の中でも難問奇問と言われる、結構答えるのに難しいであったりとか、なんて答えるか分かんないっていうような質問を集めて、どのように対処すればいいのかっていうところと、面接官側の意図の部分を皆さんにお届けできたらなと思ってます。今回面接官をしていただくのは安田さんです。私安田雅彦と言いましたが、平成元年にですね、新卒で日本のスーパーマーケットに入って、最初の会社で人事やってたんですけど、2001年に外資系の人事の世界に足を踏み入れまして、そこから1,2,3社学会資系の人事をやってきまして、今年思い切ってですね、過去のやってきたことで皆さんをこうハッピーにしようということで起業しまして、人事組織コンサルティングの We Are The People という名前の会社を作って現在に至ると、こういうことでございます。はい、一緒に体験していただく大学生の高橋さんです。東京大学英語学科3年の高橋静香です。本日はよろしくお願いします。難問疑問に当たったことありますか。ないです。おー、あ、ないんだ。普通の質問ですね。学知化とか自己 PR とか。そうだよね。僕らの視聴者であったりとか、ジョブピックスさんの視聴者の中からやっぱ難問疑問難しいですとか、戸惑いましたっていうような声がいくつか寄せられたんですけど、実際の面接の場で難問疑問ありましたか。まあ、僕はさすがにしなかったですけど、面接って結構聞いちゃいけないこととかあるんですよね。よくね、横に座ってる現場のマネージャーとか部長とかの人が聞くんですよね。小学校の頃のあだ名は何ですかとか、そういうのありましたよね。これから多分遭遇するかもしれないので、実際に今日は体験させていただきたいなと思います。はい、じゃあよろしくお願いします。じゃあまず質問させていただきます。ご自身を色で例えるとどんな色ですか。私は自分を色で表すと黄色だなというふうに思ってます。自分はその冷静に判断したりっていうのがすごく苦手なんですけど、逆に周りを明るく照らしたりだとか、勢いで行動したりだとか、そういう色っていうのは黄色なんじゃないかなって思うのと、あと現在インターンしてるところ、旬代理っていうところでインターンしてるんですけど、そこのイメージカラーが黄色なので、自分の色は黄色なのではないかなというふうに思っております。じゃあ結構好きな色は黄色。黄色も好きですね。はい、黄色も好き。はい、他に好きな色。好きな色は緑です。緑。あ、はい、でも自分を表すと黄色。黄色です。嫌いな色はありますか。嫌いな色はない。嫌いな色はない。はい、まあ、どんな色でも大丈夫。はい、好きですね。なるほどですね。何かこう他にこう黄色のもので自分がすごく好きなものってありますか。卵です。卵、はい、あ、黄身。黄身、目玉焼きが好き。目玉焼きが好き。あ、なるほどですね。目玉焼きはどういう焼き方が好き。卵焼きじゃなくて目玉焼き。目玉焼きが好きですね。それは半熟ですか、片焼き。片焼きが好きです。片焼きが好きですか、はい、あ、なるほどですね。で、好きな色は黄色だと。黄色です。あ、なるほど。僕も好きな色黄色なんですよね。あ、黄色、はい、あ、黄色多いですね。そうですね。 なぜならやっぱりその誰かをに影響を与えるとか、誰かをポジティブな方向に変えるみたいなところに対してワクワクするので、そのイメージカラーって最も黄色が明度が高くていいなと思って、実際に自分自身の YouTube チャンネルとかも黄色をテーマに行っていて、黄色とともに生きていったきたと言っても過言ではないかなと思ってます。じゃあ黄色はどっちかっていうと、しゅんさんにとってはこう前向き。そうですね。黄色、進め、進め、ポジティブ、ゴー。信号黄色注意ですよね。確かに。それはどうお考えですか。まあ、そもそも信号が間違ってるんじゃないかって。信号が間違ってる。でも確かに黄色は危険とか注意っていうような、メッセージ性もあるとは思ってるんですが、まあ、すごく主張が強いので、そこだけカンフル剤として何かしら影響を与えるっていう点ではすごく素敵だなと思ってます。希望部署にもし行けなかったらどうされますか。希望部署に行けなかった。まず希望部署ありますか。希望部署は
ないです。これといってここに絶対行きたいっていうのはないですね。っていうのもまだどういう部署があるのかっていうのも分かってないので、だからどこに行きたいっていうのも分からないんですけど、希望部署がじゃあどこでもいい、はい、何でもする、はい、お掃除でもいい、いいです。何がしたいんですか？私がしたいのは企画ですね、はい。具体的にはどんな企画ですか？今やってる企画としてはどんな企画、内容で言うと人を助ける企画をしたい。人を助ける企画は、はい、人の助けるって言っても心のメンタルヘルスのような企画をしたいなというふうに考えております。例えば どういうお仕事ですか？それはコンテンツ発信のお仕事をしたいなというふうに考えております。それはあれですね、うちの部署で言うと多分まあデジタルマーケティングの部署になると思うんですが、デジタルマーケティングっていうのは非常にこうなかなかその専門性がないとできないんですよね。どうやってその専門性を身につけますか？専門性を身につけるためには、はい、もうとりあえず与えられた仕事をどんどんこなしていくしかないかなというふうに考えております。今まずどんな部署に行きたいですか？私はニュースピックスさん あのコンテンツの編集であったりとかコンテンツ作りのところに行きたいなと。制作ですね。制作に行きたいなと思って。制作はただ結構なかなかうち、まあ、新卒やってないんですよね。なかなか経験がある人ばっかりで、まあそれもし行けなかったらどうされますか？もし行けなかったとしても、うん、まずは与えられたことを頑張りたいなとは思ってます。どんな仕事でも頑張る。そうですね、はい。うちはその人事異動って言ってもこうなかなかこう人事異動ないんですよね。こう自分でこう手を挙げて、希望部署が空いたら手を挙げていくというところなんですけども、うんうん、その専門性が必要なところにいろんな仕事をやって、どうやってその専門性を身につけますか？そうですね、専門性でいうと確かに一旦入らせていただいた部署だけでは専門性はつかないと思うので、空いた時間であったりとか土日であったりとかっていうところを使って専門性を学びたいなと思ってます。例えばどんなことをしますか？土日に、まあ、例えば実際にコンテンツ作りをされている方 にお話を聞いたりとか、実際に採用されるか分かんないんですけどコンテンツの、記事を作ったり番組を作ったり自主制作してそれを見てもらうみたいなところをしたいなと思ってます。拝見すると、まあ、弊社に第一志望ということなんですけども、はい、それはもう第一志望本当ですか？はい、第一志望でございます。うちは業界で4位なんですけど、はい、弊社が第一志望の理由はなぜですかね？私は人っていうのを一番重視していて、で OB 訪問させていただいた際にすごく自分に合うなって思ったので第一志望でございます。どういうところが合うなと思いますか？まず私は自分が目標に向かって挑戦してる、行動してるっていう状態が自分の中で一番好き でその行動してるっていうことを話した際にそこを褒めてくださったんですね。でもっとここどんどん伸ばした方がいいよ、もうちょっとできるよねっていうふうに、もっともっとなんていうんですかね、そこを伸ばしていけるような方々だったので合うなっていうふうに感じました。1位2位3位の会社には訪問されてるんですか？はい、訪問しました。そこから内定が出たらどうされます？内定が出ても行きます。俊さんも第一志望ということなんですけど、はい、他も第一第二第三受けてらっしゃるんですか？受けてます。そのうちは業界4位なんですけど、1位さんよりこう秀でてるところっていうのは俊さんから見るとどういったところですか？そうですね、秀でてるところは大切にしたい価値観バリューみたいなところが、うん、自分とマッチするなっていうところが、まあ、秀でてるというよりは相性が一番最もいいなと考えています。俺この会社マッチしてるって思った瞬間のことをちょっと思い出して話してもらえますか？はい、御社が掲げている大切なバリューとして自由主義っていう視点が一つあると思うんですが、その価値観を提示している企業はたくさんあるんですけど、実際に体現している企業は少ないなと思ってまして、実際に他社さんの社員さんであったりとか、ワンデーのインターンを参加させていただいても、やっぱり形式ばって割と型にはまってる感じがあったんですけど、御社の場合は本当に型にはまらない、まあある種ちょっとこの人変わってるなっていう人が多いなっていうふうに思いまして、それは実際に自由主義であったりとかを体現されてるなっていうのをダイレクトに実際にお話しして体験して感じたので、すごく素敵だなと思いました。お会いになったのは1人ですか？2人です。で2人ともそれを共通して思ったと。そうですね、はい、はい。ということで面接お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。どうでしたか？
緊張で汗が止まらなかったです。ちなみに初めて今日聞かれました？初めてですね。今回の質問っていうのは何問気持ち悪いだけあって、あの一般的に聞かれるわけではないっていうことですね。まあ時々言いますよね、何問気問に対する解釈っていうのをちょっと言った、まあ一つ圧ですよね。ちょっと予想もしないことをちょっと言って、そこでそのどぎまきからすぐ立ち直って冷静にちゃんと言うって、でこれは実は仕事では結構あるんですよね。そのお客様っていうのは予想もしないことを言ってきたりするとか、そういうことに対してちゃんと臨機応変に自分の考えとかっていうのを言えるかっていう、まあ、ある種のストレス耐性とか、相手がこの質問に何を期待してるのかなっていうことをちょっと探って、ちょっとこう相手が喜びそうなことを、情熱の赤、冷静の青、合わせて紫です、おできるなみたいな、そういうのはありますよね。ちなみに今回実際の面接だったら我々2人は採用されますかね？いやもう次にはあげますよね。まあやっぱちゃんとはっきりおっしゃってたっていうことを、ご自身の言葉で言おうとしてたっていうことがあって、で事実に基づいて言うっていうのは結構大事だと思うんですね。事実として過去に起こしたことを、その仕事を何でやろうかと思った、その行動特性の部分が知りたいっていうことがあるんですね。先ほど原動力の話があったんですけど、そこがお金になってる学生って多いと思うんですよ。でもそれを面接で言ったらちょっとなそういう会社でもありますからね。実際モチベーションとか原動力の構造って言った時に、やっぱりキャッシュドリブンって言うんですけど、やっぱりお金でモチベーションを上げて、それでこうビジネス成長させるっていう風にやってる実際の会社ありますから、ポイントはこの会社って何を優先順位に動いてて、どんな、まあ力学ってね大げさですけど、好まれる会社なのかなっていうのはちょっと調べておいた方がいいとは思いますよね。続いて希望部署に行けなかったらっていう質問なんですけど、意図と模範回答ってあるんですかね？希望部署に行けなかったらは現地取ってくみたいなところはあるんですよね。トラブルってちょっとこれ新卒に限らずですけど、確認しときたいって、これは絶対あると思います。お仕事は何でもいいんだけど、この会社のメンバーになりたいんだっていう、まあ、ある種のエンゲージメントというか、そこを知りたいっていうことで聞くっていうのもあるでしょうね。って考えると、やっぱり希望部署に行けなくても入りたいですっていうのが理想というか、理想的な答えとしては、基本的には自分はやはり将来その企画に行きたい、企画につながる仕事をしたいんですけど、どんな仕事であってもね、現場はすごく大事なので、最初は現場できちんと実績を出せるように頑張りたいと思いますっていうのは大事だと思います。それが本当に心から思える企業を受けるっていうのも、おっしゃる通り、その通りですね。続いて、弊社が第一志望ですかっていうところはどういった意図があるんですかね？1位、2位、3位はない、4位のうちの魅力っていうのを本当に理解して、そこに共感してくれてるのかなっていうのを確かめたいっていう、やっぱりでも回答としては第一志望ですっていうことと、その企業だけの理由がちゃんと伝えられることっていうことが大事です。人に会って聞いたっていうのは結構いいなというふうに思っていて、いろんなその御社の社員と話して聞いたとか、サービスがある会社はそのサービス使ってみるっていうのはもう絶対ですね。第一志望じゃないですって言ったとして、面接官的にはどんだけ能力高くても採用しにくくなっちゃうっていうことですか？感じ悪いですよね、それ以外の答えって。ある種の好印象欲みたいなところも見てるっていうのは受かるためにはやっぱり第一志望ですって言っといた方がいいってことですね。まあ言っていいと思いますよ。ただそれよりも上の人気企業との差異は自分はどう理解しているのかっていうこととか、一方で魅力を感じているガリバー企業と比べて、そこを理解しつつもうちを選んでくれてるっていうふうに思うので、本当の第一志望の競合の会社の魅力とかも語れるようにしとくといいですね。この他にもいっぱい、まあ、突飛な質問あると思うんですけど、一貫して共通するものは実体験に基づいて話すっていうところと、びっくりした対応とかを見られているから、まあ、落ち着いて対応するっていうことが大事っていう、ね、そうですね。気をてらった質問でちょっとびっくりしてから気を取り直して、私はっていうこの感じがいいですね。一回冷静になって自分の思いをある程度過去の事実に基づいて話せるっていうのがいいんじゃないかなと思いますね。感想ありますか？ちゃんとここ考えよう、ちゃんと自分の言葉で語れるようにしようっていう機会になったので、とても良、はい、かったです。じゃあ今の気持ちを色で言うとどんな色ですか？気持ちを色で言うと白ですね。再スタートです。再スタート、再スタートね。
ということで今回鬼門難問を扱わせていただいたんですけど、回答に対して答える、正しい回答をすることがゴールではなくて、自分にマッチする企業を見つけて本当に自分の実体験に基づいたことをうまく伝えるっていうことが重要だと思ってます。下の概要欄にニューズピックス、ジョブピックスさんの記事の方も上がっているので、よかったら覗いてみてください。あと安田さんの SNS も下の概要欄に貼ってあるので、よかったらよろしくお願いします。ということで本日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし、踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。